問来てた。緑の横 B で道連れをしたら犯罪になりますか？結論、犯罪になる場合とならない場合がある。まず緑の横 B は横に向かって突進しながら相手を掴むという性質があるから、ステージの外に吹っ飛ばされた時、腹筋に使うことが多い。この時、純粋に復帰しないとと思って使った時に相手をたまたま掴んでしまった場合は不可抗力と言えるよな。大事なのは相手を掴んでやろうという明確な意図があったかどうか。ピンチの時やストック有利の時にわざと横 B 道連れを狙いに行く行為は非常に悪質。10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる立派な犯罪。ちなみにオンライン対戦を体力性ガン逃げジョーカーやフォックスで潜る行為は重大な犯罪、問答無用で死刑。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。流れ法律事務所。